調子に。そうか、ならばここは少々窮屈だ。初めてだな、お前が私に逆らったのは。自分の居場所は自分で決めます。お父さんのことは尊敬しています。憧れです。でもそれはドラゴンとしてです。小林さんは私の光です。お前は何も分かっておらぬ。ならば歯向かうというなら容赦はせぬ。戻ってこい、バカ娘。戻りません。許さん、人間となど。小林さんは特別なんです。あそこだ。これで最後だ。戻ってこい。戻りません。頑固者め。待て。今度小林さん、なんで親子で戦ってんの。人間は引っ込んでいてもらおう。小林さん、すみません、今は少し外してください。ドラゴンってなんでそう。もっと折り合いつけていかないと物事って進まないじゃん。何が言いたい。極端だってこと。ここっていつも理解できない。当然だ、人が我々と分かり合うことなどできない。そうじゃない。ん？違いを知ることは単なるスタートだ。それを確認しながら近づいたり離れたりを繰り返す。そしたらちょいちょい好きなところもできて、尊敬だってできる。尊敬だと。信頼も絆もできる。貴様、本気で共に暮らしていけるとでも。違う、うん、そんなことはとっくにできてる。ずっと続いていくと信じられるかどうかだ。私は信じた。あんたはどうなんだ。娘を信じてみせろよ。認めはせぬ。人間など共に生き切る寿命も持たぬ分際ごときを。トール、愚かな娘よ。何をあげたらいいですか。全部あげます。そんなにいらん。